大谷翔平選手、試合中止で見せたある行為に世界から絶賛の声。大谷はベースボールを照らす光だ。ドジャースは実に5年ぶりの5連敗中。なお、ドジャースは今季、相手に5点以上を許した場合の成績は0勝13敗。4月21日から5月15日まで、22試合連続、4失点以下を続けていたドジャースですが、1試合平均の得点は、MLB 全体で5位となる 4.91 ですが、現時点では打ち合いに弱い一面があり、投手陣が失点を4点以下に抑えられるかが勝敗のポイントとなっているのです。また大谷翔平選手は今季最長タイとなる8試合ホームランなしで、直近5試合で打率2割3分8厘 OPS0.619 と調子を落としており、悪い流れになってしまってはいます。今日から始まる予定だったメッツとの3連戦の初戦は悪天候の中止となり、明日ダブルヘッダーで試合が行われることになりました。試合開始時間は1試合目5時10分から、2試合目8時10分からとなっています。少し早起きして1試合目から応援しましょう。なお今回の試合球場は敵地シティフィールド。2023年8月27日の試合で大谷翔平選手が広告ビジョンを破壊する特大ファウルを放った球場です。初回の第1打席でライトポールさえへ大飛球を放った大谷翔平選手ですが、これが大型ビジョンを直撃し、その一角は映像が表示されず真っ黒に。メッツはその後、球場の大型ビジョンに請求書を送るからねと表示するなど、大きな話題となりました。MLB 公式サイトは、MLB スタジアムを所有している者は将来、大谷が来るときに特別な予防策を取る必要があるかもしれないと特大の打球を連発することを受け、異例の警告。翌日にも球場のビジョンには、お願いだから他には何も壊さないでね、翔平と大谷翔平選手にメッセージが送られたほか、後日大谷翔平選手が破壊したビジョンのパネルが MLB 公式サイトのオークションに出品されました。さらにボールが直撃した広告を掲出していたビール会社がビジョン破壊記念缶を発売するなど、様々な話題を振りまいた大谷翔平選手の2023年シーズンでも屈指の事件簿となった舞台なのです。ちなみにダブルヘッダーといえば、MLB 公式が発表したエンゼルスの2023年個人ベストパフォーマンスに選出された2023年6月27日の完封試合と37安打38号ホームランという伝説のダブルヘッダーが記憶に残っているでしょう。このように縁起が良いと言える明日のダブルヘッダー、大谷翔平選手が何かを見せてくれることを期待したいと思います。なお今日の試合中止が発表される前に大谷翔平選手、メディア取材に応じ、負傷していた左太ももが回復して起きており、スイングに影響はないこと、5連敗中の心境とろ、水原一平事件の影響は睡眠が足りなかったのが一番問題だったが、メンタルがプレーに影響するとは思っていない、しっかりとした技術さえあればどんなメンタルでも打てると思っているという一流の姿勢。2026年 WBC への出場意欲、ダルビッシュ有投手200勝への祝福といったことを語りました。そんな中、大谷翔平選手は試合が中止となり、暴風雨の中、少し屋根のあるブルペンで1球1球を丁寧に投げて感覚を確認しながら15分程度キャッチボールを行い、投手として順調に回復プログラムをこなす姿がありました。この姿に地元メディアドジャースネーションは公式 X で、雨降りの日、試合が悪天候で中止、翔平大谷はそれでもトレーニングと投稿、視界がぼやけるほどの雨の中で投げる映像も配信。皆さん、これが7億ドルの契約を手に入れる方法ですよと驚きの声を上げたのです。またスポーツ LA は公式 X で、天気に関係なく翔平大谷はいつでも輝いている、ベースボールを照らす光、それが翔平大谷だと大絶賛。今季打者としての活躍が期待されるだけでなく、来季二刀流として復活、この瞬間にはまた世界中で大きな話題となることは間違いありません。二刀流の復活の楽しみにしているのはチームメイトもそうで、5月26日ドジャースのムーキー・ベッツ選手がホストを務める米メディアブリーチャーレポートのポッドキャスト番組オンベースウィズムーキー・ベッツにタイラー・グラスノー選手が出演したのですが、ムーキー・ベッツ選手はいきなり心から楽しみにしていることがあるんだと切り出し、彼の登板だよと大谷翔平選手の投手復帰を待ち望んでいることを明かすと、自身も投手としてエース級の活躍を続けるタイラー・グラスノー選手も待ちきれないねと同意し、ムーキー・ベッツ選手は
投手復帰の最初の日は国民の休日になると思うねとにやり。するとタイラー・グラスノー選手も、すでに LA に大谷翔平デーがあるけど2つに増えるかもと笑顔で語ったのです。続けてタイラー・グラスノー選手は、今だって十分にヤバいよ、本当にアメージングだし、これで二刀流もやるってなったらクレイジーだと強調。とにかく圧倒的なんだ、今年の成績は別格だよ。でも僕が特に驚かされたのは、いつだってリラックスしていることだ。シーズンの最初の頃はスランプ気味だったけど、彼はまあしゃあないでしょって感じだったんだ。たとえ4打数ノーヒットとかでも笑ってるんだ。内容が良くなくても彼のあの特徴的な笑い声がクラブハウス中に響き渡ってる。なんというか本当に化け物さと、メジャーリーガーに当たり前のように化け物と言わしめる。これもまた大谷翔平選手の異彩ぶりを物語る一例と言えますね。さて大谷翔平選手、直近数試合ではあまり打てていないのは事実ですが、最新の成績は55試合終了、残り107試合、大谷翔平選手は2試合欠場でこのように堂々たる成績を残していますし、各指標のメジャーリーグ順位を見ると、打撃主要指標メジャー2冠、リーグ5冠、打撃指標リーグ11冠となっています。2021年以降の通年の打撃成績比較は、打率、打点、OPS が自身最高を記録するハイペースとなっており、過去最高の大活躍。例年シーズンで最も悪い傾向にある5月ですが、20試合終了、残り7試合の段階で2021年以降の5月の打撃成績と比較すると、このように今季は素晴らしい成績を残しています。なお大谷翔平選手の打撃データを見てみると、 MLB の公式サイトであるベースボールサーバントが公開している100に近いほど良いと評価される打撃スタッツを見ると、このように最高評価の真っ赤が多く、過去4年間のスタッツ比較を見ると、スイートスポット率、 WHIFF、 空振りのしにくさ、計三振のしにくさが著しく改善していることがわかります。また大谷翔平選手のコース別の打率のデータを見ると、内角高めのコースこそが大谷翔平選手が打てないコースとわかりますが、逆に言えばこのコース以外はかなり高いアベレージを残しており、例えば外角低めの難しいコースでも4割2分1厘という驚異的な数字を上げるなど、インハイ以外は一部の隙なしといった状態となっているのです。今季まだ100試合以上残ってはいますが、例年調子が良い6月7月どこまで上げられるかの期待を込めて、大谷翔平選手が達成しそうな記録をまとめて紹介します。1史上初 DH の MVP、 2史上初トリプル 3.5、 3史上初50本塁打 &30 盗塁、4史上5人目40本塁打 &40 盗塁、ゴステロイド時代の選手以外ではほとんど達成していないメジャーの負の記録と言われる2001年以来となる400塁打、 MLB 12年ぶり17人目となる三冠王、 MLB 史上29人目の快挙となる30-30クラブ、日本人選手としては2004年のイチローさん以来となる首位打者、2007年のイチローさん以来となるシーズン230安打以上、2年連続ホームラン王、ドジャース DH 盗塁記録更新、ドジャースの長打数記録更新、こうした様々な快挙の達成が期待されているわけですが、最も注目すべきが史上初 DH の MVP。 先日 MLB 公式サイトが関係者43人による今季2度目の MVP の模擬投票を行い、大谷翔平選手は前回の模擬投票と同じくナ・リーグ2位、 MVP 投票で最も重要視されると言われるチームへの貢献度を表す指標WAR では、大谷翔平選手は DH 補正のためマイナス 0.5 されていますが、ベースボールレファレンス版 3.1 で1位ムーキーベッツ選手に 0.6 差でリーグ2位、ファングラフス版 3.0 で1位ムーキーベッツ選手に 0.3 差でリーグ2位につけており、つまり史上初 DH の MVP の最大のライバルがチームメイトのムーキーベッツ選手なのです。大谷翔平選手の WAR は今季 9.1 ペースで、ベースボールレファレンス版で自身最高を記録した2022シーズンは 9.9、 ファングラフス版で自身最高を記録した2023シーズンは 9.2 と、今季は打撃のみながら過去最高WARに迫るペースとしています。シーズン終盤でもチームメイトのムーキーベッツ選手と大谷翔平選手が MVP 争いをしていたら熱いですね。さて明日のダブルヘッダーの第1試合、5時10分から、まず1勝を挙げ悪い流れを断ち切ってほしいですね。
今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。